試合記録用ビデオがリニューアルしました。うおー、そうです。これね、今まではこの木の板を使ってですね、L 字になってこれを伸ばしたり縮めたりして枠内に入れていたんですけども、このアイディアを生かしたまま、チームメイトのこの間ね、相撲教えてもらいました、マサパパに、マサパパ車も作れちゃうからね、私がリニューアルしましょうということで一式預けたら、とんでもないものが返ってきました。やばい、じゃじゃーん、これはすごい、めっちゃすごい。これ木の板で、まあ、L 字にしてて自由自在だったんだけど、もっと自由自在になりました、まあ、全国の野球少年の記録係の人の悩みを解決するアイテムでございます。この画角の中にリアルタイムでこれをめくって、試合の状況、動画を見ながらね、攻守交代の時に早送りするとさ、今何回だっけとかさ、何点だっけってのが分からなくなって見づらいだろうなということで、この仕組みをちょっと生み出してですね、なおかつ携帯で撮ることによって、携帯の中で攻守交代をカットして、そのまま直接アップロードしてチームの LINE に鑑賞用で流せるというスピードですね。時間短縮で編集しようとしてパソコンに入れるとものすごい時間がかかって、容量もすごいので、これなんとかできねえかなってことで、さらにコンパクトにかっこよく改良してくれました。こんな感じで撮ってました。知ってた？知ってた。そうだよ、見てる。でも荷物が減ったね。木の板がね、なくなったから、これはマジですごいわ。マサパパに感謝っすね、ちょっとかっこいいしな。かっこいいちゃんと固定するんで。そう、 風で倒れたから風にも強い。ここにあのビリビリがあるから、そう、クリップで止めて日傘までね、セットでくれたからね。おお、万全だね雨も大丈夫で、チームの記録用動画がより見やすくなったね。ミニスコアボードと検索してもらえるとね、ありますので、ぜひやってみてください。はい、かっこいいねそうだね、マジでね、リアルタイムでね、価格に入れてめくれるとね、楽なんですよ。1点ってやるとわかるじゃん。うん、1回ね、1回、これはもう3回とか4回とか、困った先に発明はあるな。確かに今までさ、養生テープでね、一生懸命ね、固定してたの、手間が省けた。省けました、ありがたい。壁にもより強くなったし、かっこいいな、うん、確かに。これ何ですかってなるよね。全国大会がもうすぐですね。もうすぐ、悔いのないように、で優勝する、それを目指す、全員頑張りたい。そうだね、全力で、いい感じですよ。しかも、状態上がってきてるしね、頑張ってください。はい、はい、バイバーイ。